この番組は関西 V リーグをディグ。 V リーグの最新情報はもちろん、注目選手の素顔もディグ。関西 V リーグの魅力を徹底的に掘って掘って掘り下げろ。バレーボールディグ V ディグ第2回、昭和と令和バレーボール界を比較してみよう。今回もサントリーサンバーズ喜入選手とパナソニックパンサーズの山内選手にお付き合いいただきます。お二人どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。山内選手も代表に選ばれました東京オリンピックでも盛り上がりを見せたバレーボールなんですが、過去を振り返りますと、1964年の東京オリンピックでは東洋の魔女と呼ばれた日本女子チームが金メダルを獲得しました。日本中に空前のバレーボールブームを起こしたんですが、今回はですね、その当時の昭和バレーボール界と現在の令和バレーボール界がどれだけ変わったのか比較してみようという企画でございます。令和のバレーボール界を代表して、パナソニックパンサーズの山内選手とサントリーサンバーズの喜入選手にお付き合いいただくと。さあ、気になるのは昭和の代表ということになるんですが、今回はあの芸能界きってのバレーボール通の方にオンラインで参加していただきます。ではお呼びしましょう。東京のスタジオさん、しもしもヤッピーヤッピーヤッピー、どうもどうも。まさかの椅子に座った状態で荒木選手のブロードみたいな感じでやってまいりました。改めまして、今日のスペシャルゲストは平野ノラさんです。よろしくお願いします。ヤッピー。小学校4年生から高校卒業までの9年間バレー部に所属していらっしゃったということなんですね。で、国際大会で応援ナビゲーターを務めて、あの河合俊一さんをうならせる解説力がネットでも話題になっていらっしゃると。もうバレーボール大好きなんですよね。はい、そうなんです。私はですね、土地とコートを転がしてきたと言っても過言ではないですね。土地転がしもやってらっしゃったんですか？もちろんそうです。ブルマでやってました。久々に聞きましたよ、はい、ブルマ。今バレーボール界で注目している選手っていうのはどなたかいらっしゃいますか？バブリー的に言ったらやっぱり荻野正司だよね。これはぜひ喜入選手にお聞きしたいと思うんですけれども。そうですね、バブリー的に言えば荻野さんですね。そうです。そうだよね。ただ繰り返しただけじゃないですか。B-ball、そうだよね。でも本当に個人的に言ったら、最近まで堺ブレイザーズでされていた関田選手ですね。関田選手と小学校バレーが同じで後輩になるんですよ、私の。そうですか。今年から海外にね、行かれますけれども。そうです、ポーランドに行ったんで。なので今回の V リーグで推しの選手をちょっと今探してみようかなと思ってるところです。 V リーグ、今回はですね、バレーボールの中でも言葉用語を比較していきます。まずはこちら、昭和ではレシーブという言葉。ノラさん、これは普通に使いますよね？いや、使いますし、だいたいレシーブ、トス、スパイク、サーブ、この4つで成り立ってると思ってます。あ、もうその4つだけで、はい、これがですね、令和になって変わっているんです。こちら、レセプションディグ、今はこう呼ぶということなんですよ。この言葉の意味自体、受付とかそういう意味になってると思うんですけど、要するにサーブレシーブになるんですかね。まあ、サーブを受け入れるっていうところから、まあ、サーブレシーブのことを、まあ、レセプションっていうようになったのかな。ディグはどうなんですか？基本的にはそれ以外のレシーブといいますか、相手のスパイク、打ち下ろすスパイクに対してのレシーブのことをディグっていうふうに。女子の V リーグなんか見てみると、こうレセプションとディグでこうリベロ変えていたりっていうチームあったりするじゃないですか。そうですね、まあ、やっぱ得意不得意も多分リベロの中ではここは分かれる部分かなっていうふうに思います。そうなんですね、はい、このリベロはノラさんが現役時代はありました？なかったんですよ。で、私小学生の時はバックセンターって言って、今でいうリベロなんですけど、バックセンターだけが与えられたサーブ権みたいなのがあったりとかして、今と全然違いますね。
この一人が守備に徹するリベロ制は1998年に国際ルールに正式採用されたの。単純にチームの守備力の向上といいますか、守備が上手いとボールが落ちないっていうところで、まあ、激しいラリーであったりとか、見てる側からも迫力とかが全然変わってくるのかなって思います。コートでは小さく見えてすごい存在は大きいですもんね。確かにそうですよね。さあ続いては令和から見ていきましょう。こちらです。はい、フローターサーブ。フローターサーブが得意という山内選手、はい、これはどういうサーブになりますでしょうか。ボールの真ん中を回転なく打つっていうのがポイントで、はい、そうすることによって空気の抵抗をめちゃめちゃボールが受けて、で無回転で相手のコートに行くっていうサーブで、打ってる選手でもどこに落とそうとか伸ばそうとかっていうのもコントロールできないので、じゃあ打つ側もどこに行くかわからない。そうですね、はい、なんで余計に取ってる選手はもうわからないと思いますね。反応はできるんですけど、やっぱ手元で変化されたりすると受ける側からしたら一番厄介ですね。実はですね、この無回転サーブ、まさに東洋の魔女が開発したサーブだったんです。このサーブを武器に当時の東京オリンピックを勝ち抜いたと言われています。当時はそれこそ必殺技だったので、それっぽい名前、必殺技っぽい名前が付けられていたんですが、山内選手どんな名前だったか分かりますか。これじゃないですかね。お、これ V ディグ。V ディグ、はい、番組のタイトルをおっしゃっていただけただけでもう正解というふうに言いたいんですけど残念でございます。魔女が打つサーブですもんね。そうです、マジカルサーブとか。マジカルサーブ結構なんか今時な感じもしますけどね。では野良さん、正解をお願いいたします。コナハサーブ。もう画面から飛び出ちゃってまして、あ、飛び出ましたか。もうすごい勢いで画面飛び出しちゃってました今、はい、今気持ちが無回転です。あ、気持ちが無回転正解はこちらでございます。コノハ落とし。野良さんは もちろんご存知だったと。もちろんですよ、落としたよね、コノハよく今の時代はどうですかね、コノハ落としって改めて使うのは。山内さんどうですか。ちょっとなんか恥ずかしいですよねフローターサーブの方がやっぱ横文字でかっこいいかなっていう。あ、はい、そうですか、こっちの方がいいですか。はい、それでは最後の言葉はこちらです。昭和を代表する愛称、東洋の魔女。野良さん、これはね、昭和の皆さんはもうこれはね、知っている言葉で、その時代その時代のチームの愛称があるんですが、令和の日本チームの愛称はこちらです。火の鳥日本、龍神日本ということでございます。いずれも1700を超える一般公募の中から選ばれた愛称の火の鳥日本なんですが、まあ、女子チームの愛称です。心に情熱の炎を燃やし、スピーディーなバレーボールで世界の王座を奪還してほしいという願いが込められています。東洋の魔女の時代のように強い日本に戻ってほしいという、まあ、そういう願いが込められているということなんですね。龍神日本は天地を制する圧倒的な強さを誇る龍神のように、強く激しく気高く世界の頂点を目指し戦ってほしいという、そういう願いが込められています。山内選手、はい、こういう愛称があるのとないのとではちょっとこうモチベーションが変わってきたり、まあ、そういうところってどうですか。呼ばれる方も嬉しいですし、やっぱり覚えやすいかなっていうのはありますね。野良さん、東洋の魔女もいいですけれども、こういう火の鳥日本、龍神日本、かっこいいですよね。そうですね、魔女も悪くはないんですけれどもね、違う力が働いてそうですよねちなみにですけれども、はい、デヴィ夫人は東洋の真珠と言われていたんです。デヴィ夫人は東洋の真珠、はい、ぜひお二人覚えてくださいね。東洋の真珠、東洋の真珠、デヴィ夫人、はい、覚えました。さあ今回の V リグはここまででございます。では最後にみんなで一緒にあのポーズで締めましょう。はい、あのポーズね。野良さんもよろしいですか。はい、では、はい、行きますよ。せーの、ブイディグ。全然違います。え、ハイリグの V じゃないですか。その V じゃないんですよ。あら、聞いてないな次回の V リグはただのゲロマグいい女ですご飯は1キロ欲しいです。1キロ、
アッシーからお願いします。アッシーからそしてやばいちょっと長いですチャンネル登録と SNS のフォローもよろしく。せーの、 V ディグ。